リーム体操クラブ、イエーイ。佐世保市の清和学院で練習に励むドリーム体操クラブ、小学生から高校生まで合わせて18人が所属しています。1994年創部のこのクラブで指導する一人が守屋恵子さん。2007年の世界選手権で日本代表のキャプテンを務めた経験があります。守屋コーチの娘加穂さんは以前取材した時は2歳、トランポリンで楽しそうに遊んでいましたが、小学2年生になった今こんな技もできるように。将来の目標は、絶対何でもできるようになる。8月に開かれた九州小学生体操大会では、チーム史上過去最多の男女5選手が全国大会への切符をつかみました。小学生唯一の男子選手、岡本誠之助選手もその一人。全国大会での活躍を誓います。綺麗につま先を伸ばしたりして頑張りたいです。小学6年の山下ゆりえ選手は3年前練習中に肘を脱臼する怪我をしましたが、手術を経て競技復帰。怪我を乗り越え全国の舞台に挑みます。怪我した後でもいろんな技ができるからとっても楽しいです。悔いのないような演技をしたいです。そして九州大会女子個人総合で優勝したのが上近良希選手。得意とするのはわずか幅10センチの棒の上で技を繰り広げる平均台。全国大会に向けて特訓中なのがバク転、バク転、2回転宙返りの大技。全国大会では上位の成績を残せるように頑張りたい。オリンピックに出ること。5人の選手が出場する全国大会は来月4日と5日、青森で行われます。